クルースンは太陽系の地球近傍小惑星であり、地球に沿った軌道を持つ、強軌道天体庫、オービタルオブジェクトである。1986年10月10日、オーストラリアのクーナバラブラン市にあるサイリングスプリング天文台において、ダンカンウォルドロンが、ロバート・マックノート、マルコム・ハートレイ、マイケル・ホーキンスらと共に発見した。その後、1983年に、 チリのヨーロッパ南転天,天問題で発見された 1983UH と同一であることが分かった。クルースンはイギリス諸島に最初に住み着いたケルトの部族集団クリフニャ族にちなんで命名された。クリフニャ族はヨーロッパ大陸から移り住みイギリス諸島に現れたのは紀元前800年から同500年にかけてである。当時のケルト人がクルーニアを どう発音していたのか、正確なところは分かっていない。現代のアイルランドゲール語での発音は、英語版ウィキペディアなどをもとに、カタカナで表記すると、クリフニアが近いが、英語化された発音では、クルーフニエとなる。ただし、小惑星の名称については、ポール・ウィガートのウェブサイトでは、クロウィニア、または、クルーニアと発音するべきだとされており、これに近い表記は、クルイーニアなどである。日本では、 現在のところ、クルースンもしくは、クルイシンと表記されることが多い。地球から見たクルースンは、豆のような形の軌道を描く。さらに長期的には、この豆自体が地球の軌道に沿って往復運動する。クルースンと地球がそれぞれの軌道を回っている。1997年までに、ポール・ウィガートと、キンモ・イナネン・セッポ・ミッコラによって、 この小惑星が異常な軌道を持つことが割り出された。クルースンは実際に、その代わり地球の軌道の周りを螺旋状に動く。クルースンの馬蹄形の軌道は、あたかも準衛星のような軌跡になるが、その両端では、それぞれ地球の反対側に接近はしても接触はしない。近日点は近星よりも太陽に近く、遠日点は火星軌道の長半径とほぼ等しい。 クルースンは地球を周回せず、時には太陽を挟んだ反対側、すなわち地球のヒル球の外側にある。水星の軌道内と火星の軌道外を通る。馬底形の軌道自体が回転するため、クルースンが元の馬、このようにクールースンの軌道は地球から観測する限り非常に複雑に見え、直感にも反する。しかし、太陽を基準にとると理解しやすい。 多少楕円型ではあるが、比較的平凡な軌道をほとんど地球年の一年で好転する。地球の重力が楕円軌道にわずかな影響を与えるため、クルースンの再三運動が変化し、極端に軌道が地球に近づくことはなくなる。クルースンは直径約 5km で地球2500万 km まで接近する。これは、 地球月間の距離の約40倍である。クルースンの軌道は長期的には安定していないと考えられているが、ビガートとイナネンの計算によると長い年月にわたって地球の軌道と同期していたことが分かった。この先数百万年の間、ショートクルースンと同様に地球と共鳴軌道にある別の地球近傍小惑星は2004年時点で3つ発見されている。 ヨープ、1998アップ1、2002AA29 である。他にクールースンのような、地球とクールースンの場合に比べれば2つの衛星の質量の違いははるかに小さいため、2つの衛星は完全に互いの軌道を入れ替わることができる。火星にも、このような共鳴軌道にある、小惑星へレれ替わり、木星には、 トロヤ群と呼ばれる約400個もの同種の天体が、従っている。土星にもテティスに従うて、レストと、カリプスやディオネに従うヘレネのようなトロヤ衛星がある。しかしながら、いずれも馬蹄形の軌道は取っていない。SF 作家のスティーブン・バックスターは、クルースンの奇妙な軌道のためか、著書、マニホルド、タイムの中でクルースンを舞台に取り上げている。同作は2000年。 アーサー・シー・クラーク賞ノミネート作。この惑星は、イギリスのテレビドラマ、ーシーズン1のエピソード、アストロノミーで地球の第二の月と誤って説明され、後のエピソードで、訂正情報を入れて地球に1万8000ある小型の月の一つと紹介した。SF コミック、X メンシリーズ中、アストニシング X メンには、寄生生物ブルードが生息する惑星に設定され、 エージェントはビゲール・ブランドを率いる SWORD が秘密研究所を破壊する。第三次世界大戦を仮想した SF シリーズインシグニアトリロジーは地球の軌道内を進む設定で太陽系群の全焼基地を配置している。第三作カタリストの設定では地球とあわや衝突する寸前に破壊され地表に後半に落下した破片でおよそ8億人超が落命するという。 民間人、密輸症など定住者がいる惑星として扱う SF。その設定は、ジェームズ・ S ・アーロンとの共作、ザ・プロテウス・ブリッジに引き継がれる。ありがとうございます。